山崎和夫は、生体師、新球師、タレント、元プロレスラー。愛称は山ちゃん。ワールドプロレスリングの解説を務めている。東京都港区麻布十番生まれ。しばしば、山崎は、いいところに住んでいたんだねと言われるが、ちんちん電車が走っているぐらいで何もなかった。唯一、これっていうのは、東京タワーが近くに見えるぐらいと生育環境を、語っている。 父親はパイプ加工企業に勤めていた会社員であった。5歳の時、世田谷区の区本物に引っ越している。中学時代に友人にプロレスラーになりたいと言ったところ、新日本プロレスの道場を勧められ、そこで練習生としてトレーニングを始めた。最初はベンチプレス 50kg を3回ぐらいしか持ち上げられず、寮長の小林国明から叱咤されて、 次の日から体を徹底的に鍛え始めた。山崎は休憩時間になると学校の非常階段に出て三段目に足を乗せて腕立て伏せを行って鍛えたといい、そのせいか中学時代は成績が悪かったという。都立玉川高校時代は柔道部に所属していたが当時の部員は三人のみであり、稽古ではプロレスごっこをして過ごすことがあった。 柔道の段位は初段であり、申請はしていないが2段の商談試験に合格したことがある。高校時代にはまた、プロレススーパースター列伝に影響を受けて、スクワットが旋回できるように練習を行った、柔道部には 30kg のセットしかなかった、ベンチプレスの機材をどんどん買い足して、高校卒業時点では 130kg も、ベンチプレスが上がるようになったなど、 影響の受けっぷりは相当なものであった。1981年、新日本プロレスに入門。入門して一週間で、山崎は、これにはもうついていけないと感じたようであり、トイレに置いてあった、掃除用のブラシに、これで歯を磨いてはいけませんと書いてあったのを見た、ことなどを後に明かしている。それでも、山崎は、あまりにも、地元と合宿所とが近すぎて逃げると知り合いに見つかって、 目立つため、我慢して稽古などに励んだ。入門して、最初に与えられた雑用の係りは、薬箱係という救急箱の管理を行う、ものであった。細見ながら、同じ頃に若手だった、高田の武彦らと名勝負を重ねる。この頃の得意技は、ミサイルキックで、初勝利もこの技でホールを奪っている。同じ技を得意としていた高田との試合は、 青春のミサイルキック合戦と言われ、第一試合でありながら、観客の入りが良く、評価が高かった。また、この頃に、佐山悟の付き人を務めており、このことが、後のプロレス人生や、ファイトスタイルに大きな影響を与えた。佐山は、山崎の子学年年上と年齢が近かったため、佐山との関係は堅苦しいものではなかった。試合直後のシャワールームでは、 月人はあらかじめ石鹸を泡立ててタオルにつけ先輩レスラーが何も言わずに背中を向けるとそのタオルで背中を流さなければならなかったが佐山はそれら全部を自分でやったという初代タイガーマスクが小林国明にマスク剥ぎをされた際には替えのマスクを持った山崎がリングに上がりタイガーに被らせる場面がテレビに映され2度目以降のマスクぎの際には試合会場から 山崎、早くという悲鳴が上がるようになった。佐山の引退後も新日本に残留して、前座を沸かせていた。その後、佐山のタイガー事務会設時に対談し、同事務のインストラクターを務めていたが、1984年、佐山が第一次 UWF へ参加することが、決定した際、一緒に入団。前田明、高田信彦、藤原義明、木戸治村らと活動する。 佐山のスーパータイガージムでもインストラクターを務め、佐山と共に指導者としても活動した。1985年、佐山の第一次 UWF 対談時に佐山と田本を分かち、UWF に残留するも、同年12月、団体崩壊に伴い、他選手たちと古巣の新日本に復帰。主に IWGP ジュニアヘビー級戦線やタック戦線などで活躍し、 藤原義明と共に IWGP タッグ王座を獲得したこともある。1988年、前年の顔面宿劇事件をもとに新日本を退団していた前田が、第二次 UWF を旗揚げすると、これに賛同し、新日本を退団。高田信彦と共に、同年5月の旗揚げ戦から参加。以後、主要メンバーの一人として活躍する。 特に旗揚げ戦ではメインイベントで前田と対戦し、それまで特に目立った活躍がなかった山崎が切れ味鋭いハイキックで再三ダウンを奪うなど AS の前田と互角以上の戦いを繰り広げ、新生 UWF のカラーを決定付けた試合として高い評価を受けている。1990年12月 SWS への選手貸し出し問題を契機に、 フロントと選手たちの確執が表面化し、第二次 UWF は崩壊。1991年、高田信彦らと UWF インターナショナルの旗上げに参加。高田に次ぐ2番手のポジションについた。競合外国人が参戦した際は、高田の前に対戦し、間接的に相手の情報を与えるなど、影のフィクサーとして活躍。目玉選手がいない時は自ら、 高田の相手となり、困った時の山ちゃん頼みと言われた。この頃の山崎は、対北尾工事戦、対ゲイリー・オブライト戦など強く印象に残る試合もあるが、自身のビッグマッチでは負け続けの印象が強く、どちらかといえば、不遇の時代であった感が否めない。また当時は、リー・ボックのタイツを履いていた。1995年7月に U インターを退団し、フリー宣言。 フルス、新日本への殴り込みを表明、再復帰を果たした。この参戦には、U インター内での確執や山崎の個人的事情が影響していると言われるが、直後に起きた新日本対 U インター、全面対抗戦とは関係がなく、山崎自身、なんで俺についてくるんだよと語っている。また、U 嫌いを公言していた、当時の現場監督長収力が、 山崎だけは高く買っていたのも事実である。また、山崎の U インター対男児には、リングスの前田明も心配して、山崎に連絡を取っている。同年7月25日に当時新日本の別動隊だった、平成維新軍工業における、後藤達都市戦が、フリーダイン戦。立場上ヒールの振る舞いを見せていた、山崎だったが、ファンは皆彼のいい人ぶりを知っており、 リングに立った瞬間に、第、山崎コールを送った。また、この年の年末、大阪城ホールで行われた、突然万字固め工業において、対抗戦で、武藤刑事に敗れた、高田信彦を元気づける、という名目で組まれた、アントニオ猪木&イノキ、高田信彦 VS、藤原義明&、山崎和夫60分3本勝負の2本目に、ハイキックからの体固めで、 猪木よりホール勝ちをスコアする。これは、1998年に引退したチョキの最後のホール負けとなる。この後新日本本体の工業にも参戦し、フリー的立場を貫いていたが、所属選手となり新日本本体と合流。1998年の G1 クライマックスでは、藤波達治、佐々木健介、長野正弘と過去の G1 タイトルホルダーを破り、 決勝進出。橋本真也との優勝戦では、大激闘の末破れるも、その厳しくも蹴れんみのないファイトに、多くのファンが惜しみない拍手を送った。これが、レスラー人生最大の晴れ舞台だったと言ってよい。またそれ以降は、タック戦線での活躍が増え、橋本、飯塚隆佐々木健介、他に、UWF 職の強い永田博士、軌道修とも組、 飯塚隆かを加えたユニットは山崎隊と呼ばれていた。特にタックにおいて名勝負が少ないと言われた新日本マットにおいて、長野正宏天山広吉組と山崎飯塚組の IWGP タック王座をめぐる攻防は毎回名勝負となりファンを沸かせた。この頃のワールドプロレスリングにおいて、 実況を担当した辻吉成は新日本殴り込みに際して山崎が発した言葉から山崎をシェフになぞらえ、さあ山崎、今日のメインディッシュは何分で調理できるかまさに腕の見せどころですといった実況がよく聞かれた。2000年1月4日の対長田博司戦で引退。引退後は現役中に取得した国家資格を活かし、神奈川県綾瀬市で 生体治療院を経営する傍ら NHK で番組の司会を務めたり、テレビ神奈川でレスラーや関係者との対談番組、最強をつけを持つなど芸能活動も行っている。またワールドプロレスリングレギュラー解説者としても活躍している。元プロレスラーらしからぬ、とても優しくわかりやすい口調で喋るのが特徴。一方で熱が入ると選手に、 マイク越しで葉っぱをかけることもある。特に2000年4月7日の橋本深夜 VS 小川直也戦ではヒールホールドを極める橋本にしめろしめろと葉っぱをかけた。2005年10月、長州力が新日本プロレス現場監督に就任したことを受け、同社同場コーチに就任。契約期間は1年。2021年1月の新日本プロレス。 東京ドーム大会収録をもって約21年間務めたテレビ朝日、ワールドプロレスリングレギュラー解説者卒業を発表。俗に言う UWFK レスラーであり、引退まで、堅くなにこのファイトスタイルを貫いた。派手な大技は使用せずにだ。投げ、曲を軸にした、堅実な試合運びで、高い安定感を持つ試合合車者で、乱戦時には、激しいラフファイトも見せた。 相手の一瞬の隙を突く切り返しやタッグマッチでの奇襲も得意とした。ありがとうございます。